こんにちは。7月13日お休みです。また今日も天気悪くてチャリンコで行けませんでした。ではフラフラしたいと思います。雨はほぼ止んできました。バイデンは営業中です。今日はお昼だからね。はい、和子さんから連絡ありまして、福太郎で薬待ちだということです。これから向かいます。はい、フェイスのたもと来ました。福太郎は2回釣ったかな。行ってみます。福太郎到着。お腹すいた。はい、和子さんいました。はい、今の時間なんかすごく水が少ないです。水が少なくて、お、なんか跳ねた。川底が2段になってるのが上の段が全部出ちゃってます。猫が悠々と歩ってる。そのカニってこんなこっちまで歩いてくの？カニが歩ってるよ。こんな上にいるんだね。5匹が今見える。うん、すごいすごい。カニさん、ユミちゃん、カニさん食べる？カニにピントがあった。カニさんが歩ってる。本当だ。そっちに歩いてるよね。どう、うん、あの穴から上がってきたのか。あっち側も歩いてる。あ、そこにもいる。ユミちゃん、どっから上がってきたんだろう。川もまでは随分あるよ。本当だ、カニさん、カニさん。早いね。この斜面は上がってくるんだね。で、あの穴から入ってくるんだ。すごいね。体の何十倍って高さだよ。そのうち干からびちゃうんだよ。降りるときどうすんのかね。怖いだろうね。小魚がうようよ泳いでるんだけれども、映ってるかな。ぴーんとあそこに寄っていくと、あの斜めのところをカニが登ってるんですよ。いるかな。ちょっと映らないかな。もうすごいね、こんな高さ登っちゃうんだね。
を映してる間にミミちゃんはおやつタイムになってました。蚊がいる、蚊がいる。ナッシーがまっすぐになりました。なんかちょうど半分のとこに山があって変な感じ。じゃらーん、今日のふなっしーランド。キラキラ。また棚の向きが変わった。 50% オフ。ペアヌちゃんタオル、セール品がいろいろあります。豚さん帽子 50% オフ。あずこさん好きそうな形だな。だね、なんかライブがあればね、こういうのも欲しいけどな。おお、なんか落ちちゃってるよ。よいしょ。どれだろう。ティーチとここかな。これもセール品だ。 50% オフがいっぱい。結構重み、お尻に重みがある。座るようになってるっぽい。セール品がたくさんです。この辺も 50% オフ。うん、これいいね。これは昨日あずこさんが買ってきてた水筒は、友達の誕生日のプレゼントと一緒に買ったらしいです。自分のも。暑いです。こんにちは、じいちゃんです。6時15分ぐらい。もう日は暮れてはいないけれども、今日曇りなんでね、結構暗めです。今日お休みで、さっき駅の方行ってお昼食べてきたんですが、ちょっとなんか紹介に値しないなってことで、お店は紹介しません。まあ、たまにはそういうこともあるんですね。オリンピックがもう10日切ったんでしたっけ。始まりますね。全然盛り上がってませんが、テレビ番組、スポーツニュースだけかな。もう結構外国の選手の方もいらっしゃっているようでございます。夏と冬とで別々じゃないですか。2年おきにやってるじゃないですか。昔一緒にやってたのをご存知ですか。同じ年に札幌オリンピックの時なんかも多分そうだったんじゃないのかな。長野はちょっとどうだか覚えておりませんけれども、コロナが去年か、伸ばすのどうのこうの言ってた時に、ゆうちゃんは2年伸ばしまえばいいんじゃないかって言ってたんですけれども、結局1年でやることになったですね。どうなりますことやら。やるからにはね、ぜひ成功してほしいもんでございます。今日は本当にネタなしです。ネタがありません。オリンピック最初決まった時に、何年前でしたっけ、 7,8 年前になるんでしたっけ。その時に毎年2秒から3秒縮めていけば 100m も出れるんじゃないかと、59歳の年にオリンピック出れるんじゃないかという淡い期待を持ったんですが、やっぱり無理でした。
努力もしませんでした。はい、そんなくだらないことばっかりね思ってました。変わらないですね、60過ぎても考えることは、ということでございまして、今日は全くネタがありませんお休みなのにね、はい、この静かになった親水公園からお届けいたしました。ちょっと歩いてみますか。スリムでしょ、はい、あっちの方で釣りしてる方がいらっしゃいます。なんかなんとかなんないかな、このお腹ね。はい、ではまたお会いしましょう。